もう素敵な部屋じゃん。広いお風呂いいね。足伸ばせて。お、カニがあります。見た目だよ。すごくやられてます。レイちゃんママチャンネル。皆さんこんにちは。メルボルン在住、日本に一時帰国中のレイちゃんママです。主人の地元埼玉から私の地元の栃木に移動しましたが、諸事情により実家に行けないため、せっかくなので近くの格安温泉宿に泊まることにしました。宇都宮からバスに揺られること約1時間。今日の行き先は鬼怒川温泉です。鬼怒川温泉はバブル期に豪華大型旅館がたくさんできて、当時はとても賑わっていました。今は昔ほどの賑わいはありませんが、年間200万人が訪れているそうです。昔からある可愛いお猿のショーや、日光江戸村東部ワールドスクエアなどの観光地が人気です。紅葉が綺麗なことで有名なので、秋になるとこの辺りから車が大渋滞します。今は1月なので雪景色が見られます。今日のお宿はこちら、ホテルサンシャイン鬼怒川です。お値段びっくりのなんと3人で 16,500 円です。素敵だね。ね、素敵な入り口ですね。おー、すごい。ここで一応これやって、はいはい、はい、ちょっとサニタイ、チェックインの手続きこちらになります。はい、すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ここから借りてくんだって。はい、あ、かわいいねえねえ、草履もあるんだよ、かわいい。ちゃんと英語でさ、着方が書いてある。こっちこっちこっち、これ、あ、違う、ごめん、これ翔くんだ。翔くん何がいい？これワンワンにしようか。しかも22センチ。履いてみたら、あ、ワンちゃん、あ、翔くん小さい方じゃない、こっちで、はい、ちょっとかわいい。マミこれにしようかね。本当ね、マミーの下駄はね、お部屋にありますって書いてある。ごめんね、ショック。ありがとう。持ってきてくれたの、マミーの分。しまっといて。ありがとう。みんな各自持ってください。荷物を。ね。へぇ、すごいね、クマさん。これ、毛が落ちてたんだけど、本物なの？剥製じゃない？剥製と何？剥製って、本物。お、来た、早い。お、ね、マミー、これできるのって。へえ。ピンポンやりたい。やる？予約してできるらしいよ。早く出て。901すぐですよって言ってたよ。あ、ここじゃん。オープン。おお。もう素敵な部屋じゃん。今回は鬼怒川にある鬼怒川サンシャインホテルっていうところに泊まっています。もうすっごい激安で、大人私一人と、あとれいちゃん小学生低学年一人と、あと未就学児3歳一人の3人でこの一部屋予約したんですけれども、3人で16,000円ぐらいだったんですよ。めっちゃ安いなと思ったんで、
まあ、部屋とかもどうなのかなっていう風にちょっとドキドキしながら来たんですけど、もう部屋もめちゃくちゃ広いし、もうすごいちゃんとお茶菓子とかもあるし、おしぼりもあるし、はい、洗面所もこんな感じで、ヘアドライヤー、トイレね。あ、でもなんかすごい新しいトイレっぽいよね。あ、そうだね、新しいトイレっぽい。ああ、あ、普通のユニットバス。あ、本当だね。なんで個室が押し入れがあるのね。ここで出会ったでしょ。お部屋からの見晴らしはこんな感じです。ね、雪積もってるね。あ、今日そこダメ、絶対に開けたら。それは危ないからやめてください。小さいながらにも、空気清浄機もあるし、そう、冷蔵庫もあって、そう、グラスもあって、冷蔵庫ちょっと中開けてください。何入ってる？冷蔵庫の中は空っぽでーす。あ、空っぽなのね。で、ここをスタックするからやばいな。うん、あ、開いた。この電話がすごい懐かしい電話だね。で、これお茶ですね。あ、ちゃんとお茶もあって。お、すごい。ね、そう。お、ティーパックなんだね。いっちゃん。飲んでみていいだよ、もう。あとタオルがここにあって、バスタオルがここにあってね、3人でね。飲む杏仁、階段あるか、カフェなんだって。カフェね、ねえ、何入りたい。そうなんだよね、もうお風呂になっちゃったから、また後で来よっか。売店見てみよう。まあ食べ物ですね、主にね。美味しそう。どら焼き、どら焼きどこ？どら焼きはないんだね。でも全部美味しそう。お化けにこのちっちゃいナイフでやられたのかな。ここにいろいろあるから持ってくる。あ、ヘアゴムあるよ。レイラ、何色がいい？え、いいの？うん、いいみたい。何色にする？蛍光。レイラはオレンジ？何黄色にしよう。あ、靴抜けてる。なんで？あわあわざわ。これビールだと思ったらビールじゃなくてキリンレモンなんだね。館内にはアルコールは販売してませんだって。うん。いい？暑い。洗い場もありますね。あ、もう暑い。すごい。涼しい。ショウくん、気持ちいいですか？いや。初の温泉どうですか？気持ちいい。ナミ、こんなに湿気出るの初めて。確かに湿気すごいよね。ね、シャンプーもリンスも全部ちゃんと準備されてます。もう極楽極楽。広いお風呂いいね。足伸ばせて。滝みたいに流れてるだけで。温泉どうでした？楽しかった。ねえ、気持ちよかったよね。楽しかった。あれ押してないじゃん、押してよ。なんの？上。届かないでしょ。今日はもう届かないよ。今日負けたから。ショウくん金庫開けていいか？いやー。ネックレスまた使えるから金庫開けて。いや。
誰が鍵を開けるかでいつも喧嘩になります。ディナーを食べに来ました。なに Today's craft beer ってビア作るの作るんじゃなくてクラフトビアっていう種類、うん、クラフトビール IPL とかさ、そういうのナチュラルエールみたいな。はい、ありがとうございます。うん、はい、ありがとうございます。はい、食事としてはこちらカードを流してテーブルにお願いいたします。はい、わかりました、はい、アルコールはメニューこちらありますので、はい、お決めになりましたらお近くのスタッフにお声をお願いします。はい、はい、ありがとうございます。うん、ご飯取りに行こうね。そう、ドリンク飲んでいいよ。あ、ね、お子様用のあるよ、翔くん。何あるか見てこよ。何あるか見て。かわいいね、すごい仕上げいっぱいあるね。さ、天ぷらもあるよ、たくさん。すごいね。白米、すごい白米マシーンだ。ふんわりご飯盛り付けロボットだって。おお。おお。できました。ほら、お肉お肉お肉あるよ。すごいね。お肉焼いてるもん。すごい。すごい。すごい。はい。はい。お願いします。ああ、なに？ステーキすごい。ほら。ステーキもどうやってもらうの？うん。ステーキ、うん。こちらの後に並んでて、翔くんレイラ。あれ、行っちゃった。お、カニがあります。すごーい。カキ鍋だって、カキおこわ、お刺身。そこなのになんでお刺身なの？もつ煮込みとあさりバター。唐揚げにラザニア、卵とじがあります。サラダバーもあります。こっちがデザートコーナーです。これ何？プリン？いろいろケーキ、あとアイスクリームもある。ショック美味しいですか？はい、今日のリノこんな感じです。じゃーん、こちらお肉とあとカキフライとかで、これカキのアヒージョで、天ぷら揚げたてですと、あとトロロがオーストラリアで食べられないのでました。あとはズワイガニと、これ牡蠣のお鍋です。牡蠣鍋です。で、ビール60分飲み放題しました。お肉いただきます。うん、美味しいお肉。お肉食べなよ。
が入ってます。いただきます。はい、じゃあそろそろ行きますか。お腹いっぱいになった？ね。お部屋に戻ってきました。あ、布団が敷いてあります。お部屋に布団も敷いてもらえますし、あとお風呂上がり用のお冷やも用意されてます。すごいな。An hour later. しょうが届きさなくて、ストレスアウトで。はい、今朝7時ですけれども、これから朝ごはんを食べていきたいので子供たちを起こしたいと思います。おはよう、起きて、しょっくん、おはよう。レイラ起きて、レイラ朝ごはん食べていくか、起きて、おはよう。ショウくんやられてます。後ろに隠れて待ちたい。お願い抱っこして。抱っこ寿司。お寿司？サンドイッチみたいな。サンドイッチみたいなね。うん、DJサンドイッチ。はい、今からご飯を食べに行きたいと思います。8時半で閉まっちゃうから早くしないと、もう8時だよ。はい、レッツゴー。今からご飯を食べに行きますが、10時にチェックアウトしてプールに行きたいと思います。タイミングバッチリだったね。いや、901でよろしいですか。はい、901です。朝自由席なんで。はい、ありがとうございます。自由席、うん、どこ座る？そこ座りたいの？だって料理近い方が便利じゃない？いつもの席でいいんじゃない？ここで、はい、チーズ持って、うん、持ってきていいよ。卵、納豆、うどんとかもあるね。私食べたいな。焼きそばあるよ。コーンフレーク。こっちはサラダ、サラダ。コーナーない。パンとかあるよ、そこに。ワッフルあるよ。食べていいよ。あそこでトースターで少し温めたら美味しいよ。ヨーグルトあるよ。あ、アップルジュース、オレンジジュースあるよ。飲む？もうジュース取っちゃった？食べない？いつもヨーグルト食べない。あ、いらないの？あったい。あ、ショーヨーグルト食べる？じゃあ持ってこうか。いただきます。あ、やっぱり
ケチャップあそこにあるよ。食後海苔を食べてます。海苔じゃん。朝ごはんです。すごい豪華納豆を食べます。ごちそうさまでした。食もはせーの。あったあった。はい、ごちそうさまでした。このホテルのご飯最高。うん、よかったね。はい、じゃあまず1泊目はこちらの鬼怒川のサンシャインホテルというところに泊まりましたが、いかがでしたでしょうか。楽しかった。楽しかった？気持ちよかった。そう、ね、貸切風呂を借りたんですけれども、結構大きかったしね、50分間だったんですけど、ゆっくり入れたよね、50分間ね。うん。で、大浴場は残念ながら、この子供たち2人を連れて行く勇気がなくて、見てないんですけれども、パウダールームとかもね、すごい充実してるっぽくって、美顔のスチーマーとかも置いてあったりとか、あとはマイナスイオンのドライヤーが置いてあるっていうことでした。ちょっと行きたかったけどね、行けなかったのが残念でした。あ、ダメ！テーブルの上、登っちゃダメ！降りてください。はい、じゃあ今日はこれからホテル三日月にある室内プールがあるそうなので、そこを日帰り利用をしてみたいと思います。